三宅町の地場産業野球グローブの生産が来年100周年を迎えるのを前に、今日三宅町の森田町長が高市総務大臣へグローブを贈りました。町などで作るグローブ生産100周年事業実行委員会は、グローブの町三宅町を PR するために記念事業を行っていて、今回の贈呈はその事業の一環として行われました。今日は実行委員会の会長を務める三宅町の森田町長が総務省を訪れ、県選出の高市総務大臣にグローブを贈りました。グローブには100周年のキャッチフレーズであるグローブタウン三宅2021の刺繍が施されています。贈呈を受けた高市総務大臣は野球にも造詣が深く、職人の技術を高く評価し、グローブ産業のさらなる発展を期待していました。